1876年から始まり、150年以上の歴史を持つ、メジャーリーグベースボール。あまたの試合が行われてきたこのリーグの中で、最高の試合は何なのか。このシリーズでは、その候補となり得る試合を一つ一つ紹介していきたいと思います。第1回の今回は、1995年、アメリカンリーグディビジョンシリーズ第5戦。シアトルマリナーズ対ニューヨークヤンキースについて、紹介していきます。まずは各チームの説明から。この年のマリナーズは、79勝55敗。同地区のエンゼルスと同率だったため追加された、145試合目に勝ち、地区優勝を収めました。ルーピネラ監督3年目のシーズンで、この年初めての地区優勝、翌々年にも地区優勝を果たすなど、上り調子のチームでした。この年サイヤング賞を受賞したランディ・ジョンソンをはじめ、打率3割5分6厘で29本塁打を放ったエドガー・マルティネス。怪我によってシーズンの大半を棒に振ったものの、やはりレジェンドのケン・グリフィー・ジュニアなど、タレント揃いのチームです。対するヤンキースも、1980年代の低迷期を乗り越え、この年はレッドソックスに次ぐ地区2位、79勝65敗でフィニッシュしました。地道な選手育成が実を結び、この年でレク・ジーター、マリアーノ・リベラ、アンディ・ペキットがメジャーデビュー。生え抜き選手のバーニー・ウィリアムスも全試合出場、打線の核として活躍するなど、非常に未来の明るいチームでした。次にこのシリーズの推移を説明します。ヤンキースタジアムで行われた第1戦、第2戦ともに非常に接戦でしたが、ヤンキースがどちらも勝ち取ります。特に第2戦は延長15回に及び、ヤンキースのジム・レイリッツがサヨナラホームランを放った時間は、午前1時を回っていました。ヤンキースがシリーズに王手をかけましたが、ここからマリナーズが反撃を開始します。第3戦、シアトルにとって史上初のポストシーズンゲームは、ランディ・ジョンソンの好投によってマリナーズが勝利。打って変わって打撃戦となった第4戦では、ケン・グリフィー・ジュニアのシリーズ4本目となるホームランから始まり、Jビューナーにも一発。マルティネスはグランドスラムを含む2本のホームランで、計7打点と打ちまくり、18でヤンキースに勝利。シリーズはついに振り出しに戻り、シリーズの命運は、キングドームでの第5戦に委ねられました。この日のヤンキースの先発は、昨年のサイヤング賞投手、デビッド・コーン。マリナーズの先発は、この年パドレスから獲得した、アンディ・ベネスです。それでは、試合のハイライトをどうぞ。ゲームが動いたのは3回の裏。ツーアウトからの打席には、このシーズンわずか3本塁打のジョーイ・コーラ。高めを振り抜いたボールは、ライトスタンド最前列へ。思わぬ伏兵の一発で、マリナーズが大事な先制点を奪います。しかし、ヤンキースはこれにすぐさま反撃。ランナー一塁からの、ポール・オニールのホームランで、ヤンキースが逆転に成功します。同点に追いつかれたマリナーズはその裏、ゲノ・マルティネスがツーベースヒットで出塁。ワイルドピッチでランナーを三塁に進めると、打席にはジェイ・ビューラー。このバットを折りながらのヒットで、マリナーズは同点に追いつきます。しかし、6回の表、突如ベネスが乱れます。
ワンアウトから、ウィリアムス、ボールを握る、ルベンシエラに3者連続のフォアボールを与え、ノーアウト満塁の大ピンチ。打席にはこの年34歳、13年をブロンクスで過ごしながら、これが最初で最後のプレイオフ出場となった苦労人、ドン・マッケンブリー。このエンタイトルツーベースヒットで2点が入り、ヤンキースが4-2とリード。なんとかこの2点にとどめたものの、マリナーズはかなり苦しい状況に追い込まれます。マリナーズ打線は6回、7回に合計5つの三振を喫するなど、幸運に歯が立っていませんでした。8回の裏、この悪い流れを変えたのは、やはりチームのスーパースター、ケン・グリフィー・ジュニアでした。このシーズン5本目となるホームランを放ち、マリナーズはまたしても同点に追いつきます。このホームランによってリズムを崩されたか、ゴーンはこの後、四球、ヒット、四球でランナーは満塁に。この押し出しで同点に追いつき、なおもツーアウト満塁の大チャンス。ここでヤンキースのバックショーウォルター監督はコーンを諦め、マリアーノ・リベラにマウンドを託します。迎えるバッターはこの年23本塁打、マイク・ブルワーズ。このリベラの見事な火消しによって、ヤンキースは逆転を免れます。9回の表、ヤンキースはトニー・フェルナンデスがツーベースを放ち、続くバッターはフォアボールでランナー1・2塁。ヤンキースは1番からという好打順で絶好の勝ち越しのチャンス。ここでマリナーズは2人目のノーム・チャールトンを諦めます。ブルペンから登場したのは、なんと第3戦に先発したランディ・ジョンソン。この絶体絶命のピンチを見事に切り抜けます。さらにジョンソンは回またぎで10回のイニングにも登板。ジョンソンはヤンキースの4、5、6番を3者連続三振で切って取ります。しかし対するヤンキースも第3戦の先発投手ジャック・マクドウェルが登板。要所を締めるピッチングでマリナーズに点を与えません。この拮抗した状況から先に抜け出したのはニューヨークヤンキースでした。11回表、先頭バッターが四球で出塁すると、手堅く送りバントでランナーは2塁。このシリーズ打率1割台と苦しんでいたランディ・ベラルデのタイムリーヒットで、ヤンキースがついに勝ち越しに成功します。11回裏、ヤンキースのマウンドには引き続きマクドウェルが立ちます。先頭打者は3回にホームランを放ったジョーイ・コーラ。
この絶妙なバントで同点のランナーが出塁すると、続くバッターは、ケン・グリフィー・ジュニア。ノーアウト1・3塁、さよならのチャンスです。打席には第2戦のヒーロー、エドガー・マルティネス。この劇的なサヨナラ劇によって、マリナーズは初めてのポストシーズンシリーズで勝利を収めた、史上4つ目の球団となり、インディアンスが待つ、アメリカンリーグチャンピオンシップシリーズへと駒を進めました。結果、この年7割近い勝率を残したインディアンスに敗れる形となったものの、このシリーズはシアトル市民からの関心を大きく集め、移転が噂されていたチームを、シアトルに留まらせる大きな要因となりました。敗れたヤンキースは、バッショー・ウォルター監督を解任し、翌年、ジョー・トーリ監督を新たに招聘。ジーターやリベラといった選手が本格化し、チームは上昇軍団へと移り変わっていきました。彼らの3連覇という偉業も、この敗戦がなければ、成し遂げられなかったかもしれません。そういった意味でも、この試合は両チームにとって、ターニングポイントとなった試合と言えると思います。以上です。いかがだったでしょうか？皆さんが思う史上最高の試合も、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、こういったスポーツに関する動画をアップロードしています。興味のある方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご指摘ありがとうございました。